久しぶり。皆さんこんにちは。ダブル鈴木ゆるトークです。ゆるトークでーす。始まりました。イエーイ。はい、もう久しぶりすぎてもういろいろ忘れちゃったんですけど、うん、もう真ん中にゲストが早速いるんで、もうご紹介しちゃいましょうというよりしてもらいましょう。よろしくお願いします。お願いします。っていうかあなた誰ですか。いやいや、すみません。こんなになっちゃいました。はい。もうね、素晴らしい。はい、ワールドカップということでね。ね。そんなつながりもあってこの方をお呼びしました。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。柴村直也と申します。イエーイ。直也さん、はい、サッカーをしております。はい、柴さん、いろんなチームで日本、海外などいろんなチームでプレーをしておりました。イエーイ。素晴らしいですよね。俺もあのね、一回、まあ、何回かあのサッカー一緒にやらせてもらったんですけど、もう本当にあの周りがしっかり見えてて、自分はそこまで動かなくてもあのね、その動いてる人に対して綺麗なパスとかね、もうさすがっていう感じがありますけど、それはもうなんか人生にもそんな感じなんですか。人生でも、そうだと思います。人生でもこう人周りを動かすタイプなんですか。わかんない。もしかしてそこちょっと探っていきたいですね。そうですね、はい、うん、もう探っていきましょう。行きましょう、行きましょう、はい、今日はちゃんとね、あの課題を持ってきて、あ、ここにね、はい、そうです、はい、もう柴さんに聞きたいこと、はい、今回はですね、あの柴さんやっぱりあの海外にチャレンジをしているってことで、うん、なんかその辺もたくさん聞いていきたいなと、うん、はい、思ってます。はい、そうですね、Jリーグでプレーした後に、うん、ラトビア、ウズベキスタン、ポーランドでプレーをしました。え、ごめんなさい、5年ほどプレーをしました。え、ちょっと待ってください、もう今3つワード出ましたよ。ラトビア、ウズベキスタン、ポーランド、すごいとこ来ましたけどね。ああ、自分も初めて聞いた時、えってね、確かもう一回あの国名と、国名でいいんですか。はい、はい、ラトビア、ウズベキスタン、ポーランドもっと元をたどれば、大学卒業すぐシンガポールにも行ってるんですけど、シンガポールで、その後、Jリーグ、ナビスパ、福岡、徳島、ボルティス、ダイナリト、ドリーフ、ジェダマヨシプレーして、で、ラトビア、ウズベキスタン、ポーランド、で、その後、バーホレ、コーフでプレーをして、はい、で、今に至るような感じですね。今もあの南葛 FC というクラブでプレーをしてるんですけども、はいはい、現役ですよね。すごいですよね。でまずその海外に行こうと思ったきっかけというか、はい、うん、まあ、そのね、国のそのレア感は置いといて、はい、どうして、そうで、もともと行こうと思ったのはあの中学生の頃に遡るんですけど、はい、中学生の中学3年生の時に卒業して、春休みがちょっとこう長いじゃないですか、あの高校1年生になるまでの中で3月の頭、はい、1ヶ月ぐらいある中で、あのイタリアに留学させてもらったんですね。イタリアに留学させてもらって、AC ミランのユースに出てもらったんですよね。AC ミランのユース、で、そこでユースの選手たちと一緒にあの寮に住んで、あのプレーを練習したりとかさせてもらって、で、その時にあのボールボーイやったんですよね、サンシロで。ミラン対インテル、ミランダービーの試合で、それが。あ、試合で、はい、ユースの選手がボールボーイをしてて、で、それボールボーイやらせてもらって。え、インテル戦ですか？てえ、ミラノダービーですか。すごいところにいましたね。当時はロナウドがインテルにいた時ですね。うわ、ブラジルの。めちゃめちゃキレッキレの時代ですよね。サンズロでインテルが勝った試合なんですけど、その試合ボールボーイして、でもう当時そのイタリアのセリアが世界最高峰って言われた時だったんで、はい、本当に世界最高峰に行ってボールボーイさせてもらって、でもう本当にほとんどボール拾えてないぐらいの、あの、もう憧れの選手が目の前にたくさんいるわけじゃないですか。すごい興奮して、自分もいつかこういう舞台でプレーしたいなっていうような、そんな夢を描くようになって、でその前に小学5年生の時 J リーグ開幕して、で J リーガーになりたいっていう、そんな夢を持ってたので、 J リーガーになって J リーグで活躍して日本代表になってヨーロッパでプレーしよう、そんな風に夢をこうイメージしだしたのは中学3年生ですかね。中学3年生の時、ムッチさん何やってました？中3の時は、タバコ吸って、おい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 、そうですね、もちろん吸ってないですよ、あのチョコレートね。チョコレートですね、はい、いや、でもそんな夢を持つっていうのは中3の時なかったですね。女の子のこう お尻ばっかりを追っかけてた。それ今も変わってないんじゃない？まあ変わってないですけど、でも本当にそういう時代、思春期ですから。そうですよね。中3の時にね、本当そうやってその夢を描いて、一歩踏み出して、で、さらにそれをずっとね、あ、なりたい、自分の、ね、夢っていうのを何回も思い起こさせて、で、今に至るっていうね。それは、
相当、ね、やっぱ強い意志であったりとか気持ちがないとできないですよね。そうですね。ただこうイメージしてた通りに思い通りにいったわけでは全然なかったんですけど、行ってない、うまくいかないことがやっぱり多かったんですよね。そういう壁みたいなものはやっぱたくさんあって、そんな夢描いておきながら中学3年生の時、僕試合あんま出てなかったんですよ。試合ね。はい、はい、レギュラーじゃなかったんで、はい、チームでも、はいはいはい、それ面白いですね。